ちゃんが餌をねだってますよ。あら、あなたはいいのよ。ご主人は？そんなに大きい声出さなくても聞こえますよ。ひよちゃんの世話はあなたの役目でしょ、キミテルさん。キミテルではなく、まさきです。いつ見ても惚れ惚れするわ。あなたが生まれた時、高名な書道の先生に書いていただいたのよ、キミテルさん。振り仮名も書いてもらえばよかったのかもしれない。何か言いました？いえ、今スナネズミのケージを掃除していたんです。順番にやりますから。人に言われなくても自分でお気づきなさい。せっかくいい気持ちで寝てたのに。ねえミケヤ。わかりました、おいで。はい、泣きママですよ。また増えたな。ひよちゃん、おとなしくしなさい。西根家には動物が多い。これは多分にこの若者の性格によるもので、今にして思えば彼の生きる道は3年前のあの時に決まっていたとも言えよう。まさき、どうするって、この道通るしかないだろ。解剖学教室の前だぞ、ハンテル。駅への近道なんだから仕方ないよ。俺前にここですっごい光景見たんだ。それ以来夢にまで出てきちゃって。だからって遠回りは面倒だよ。ここ走って通り抜けよ。分かった。でもいいから先に行くなよ。一緒に用意とんだからな、裏切るなよ。よーい、ドン。まったく、なんであんなところに解剖学教室があるんだよ。それは大学の校内だからだと思うけど。でも助かった、何も見なかった。どうしたんだ？ガイド、落ち着け。犬だよ、ハスキー犬だ。なんだ犬かよ、脅かすな。怖い顔してんだ。それは先祖に言わないと。言ったところで怖い顔は変わんないだろう。ハスキー犬はシベリアの民族はソリ犬や猟犬として飼育してたんだよ。へえ。毛が厚いから日本の夏は大変だろうな。おい、捕まえたぞ。見つかりましたか？よかったよかった。しかしすごい紛争ですね、教授。教授？来客にアフリカの話をしてたんでね。アフリカ？実習中すまなかった。みんな教室に戻ってくれ。はい、アフリカの話をするのにあんな格好が必要なのか？世の中にはよくあることだが、この瞬間若者は子犬との間に何か運命のようなものを感じたのであった。
へえ、鳴き声は普通じゃん。お待ちください。その子犬、実験に使うんでしょうか。ハムテル気になるのかね。はい。子犬をどうしようが君には関係ないではないか。え、でもそれとも何かね、君はいちいち他人のプライバシーまで詮索するたちなのかね。いや、ただそんなことをして楽しいかね。いや、でもところで君の家はマンションか。え、一軒家です。僕はただ口答えするな、ハムテル。入所の時に仕返されるかもしれないぞ。僕はただ聞いてみたかっただけです。うちの大学を受けるのか。はい、一応。なるほど。その顔は理系。ええ、見える。私には君の未来が見えるぞ。君は将来獣医になる。この電子辞書をかけてもいい。広辞苑収録タイプだ。そして君がかけるのはこの子犬だ。僕のじゃないんですけど。今から君のだ。遠慮を得ら。何年かして君が獣医になる頃にはきっと情が移って離れられなくなるだろう。要するに僕に押し付ける気ですね。そうなんだ。知り合いに頼まれたんだけど、なかなかいいもらい手がなくてね。どうすんだよ。お前ん家にはひよちゃんがいるだろう。あ、いたね、そういえば。そういうのがいたと思う、あの陰険なのがよ。別に陰険なわけじゃないよ。ただ乱暴すぎて手に負えないっていうだけだ。余計悪い。まあなんとかなるさ。それに犬には恩があるし。恩？いや、どちらかというと恨みかな。恨み？その事件は若者が小学生の時に起きた。その日は検便検査であったのだが、たまたま便が出ず手ぶらで家を出た正樹少年はちょっと困ったなぁと思っていたのだ。その時である。少年の目に路上の犬の糞が映ったのは。持ってったのか、それを。持ってったよ。バレなかったのか。バレた。人間には出ないはずの寄生虫がわんさか現れて、検査の人がパニックに陥ったのだった。その上先生にがっちり怒られた。当たり前だ。もっとマシな方法を考えつかなかったのか。マシな方法？家族にもらうとか。家族？タカさんがくれると思うか。ユミテル。くれないな。だろ？あれしか方法はなかったんだ。だからって犬を恨むのも筋違いだ。やっぱりそうか。ああ、それはお前の横恋慕だ。横恋慕？もしかして逆恨みと言いたいのか？そうだ。別にこの犬に復讐するつもりはないよ。まあ、そんな怖い顔じゃ復讐どころじゃないしな。いい面構えだ。これなら番犬にはなるだろう。番犬か。般若顔だな、本当に。安心していいよ。あまり微笑まないように。微笑んのか。うん。
間違いなく。そういうわけでこの犬を飼ってもいいでしょうか。飼うのは構いません。でもあの乱暴なひよちゃんはどうなさるおつもりですか。そうでした。言って聞くような相手ではないし、力ずくで勝てるとも思えないし。そうだ、時間交代制にすればいいんだわ。庭に出すときはこの子とひよちゃんを絶対一緒にしないように。そうしましょう。いいですね。わかりました。よかったな。それじゃあ名前つけなくちゃ。名前か。子犬の時にもらわれてきたから子犬ちゃん。それはちょっと。だってひよちゃんは飼い始めた時ひよこだったからひよちゃんなんでしょう、ね、あなたのその理論から言えば。僕の名付け方が気に入らないんですね。いいえ、私はただセンスの問題を言ってるんです。わかりました。今度こそあっと驚くような名前をつけてみせます。シベリア原産だからロシア系の名前かな。いや、純日本風という手もある。大二郎、もっと飲み。大二郎？その子は女の子です。見ろよ、ハムテル。チョビのやつすげえ食欲だぞ。人の犬に勝手に名前をつけるな。名前がないと不便じゃないかな、チョビ。あ、チョビ元気か。猫もチョビなのか。それだけではない。二階堂にとって小さき者はみんなチョビなのである。あ、チョビ、チョビ、ハムテルにもらわれてよかったな。まさきだ。キミテルさ、もっとミルク持ってらっしゃい。若者の名はあくまでもまさきである。しかし西根家ではたかが法律なので誰も異を唱えることはできないのだった。あれ、アンナ、サーシャ、スウェトラーナ、ナナコ、アヤ、ユキエ、どういう基準で選んだんだ。なんだかピンとこない名前ばっかりだわね。あれ、子犬は。え、どこ行ったのかしら。なんだ、庭に出てるよ。庭、庭、ひよちゃん。いない。もしかして外に出て行ったのかも。チョビ、おーい、出ておいで。チョビ、チョビ、その名前で呼ぶなって。名前がなんか探せないだろう。あ、そうか。チョビ、チョビ、チョビ、おーい、出ておいで。やっぱり名前がないとダメだな。チョビ、いた。ミロ二階堂、定着しちゃったじゃないか。覚えてろよ。こうして西根家の動物はミケ、ヒヨ、チョビとなった。チョビが血便をした。
長を語るか、もしかしたら今一番怖い犬パルボウイルス感染症の可能性も。あ、かわいい。いつまで家畜診療の本を読んでんだよ。お前こそ。やっぱり近所の動物病院行った方がいいな。いけません。でも西町家畜診療所はヤブ医者です。それはタカがまだ少女だった時の話なのだが、飼っていたクロが西町家畜診療所で爪を切られすぎて血を出したことを。コロタカは執念深く覚えていて、決してその医者を許さないのだった。でもその時の医者は亡くなって子供か孫が継いでいると思うんですけど。ダメです、他の病院行きなさい。繰り返すが、西根家ではタカが法律なのである。西町家畜診療所がダメならあそこしかないよな。あそこって？ここの動物病院か。でもまたあの変な先生に会ったりしないだろうな。君は将来獣医になる。でもあの先生が病院の方を担当してるかどうかわからないし。知ってたら？だとしてもああ見えてすごい名医かもしれないじゃないか。そんなはずはないだろう。決めつけるのはどうかな。どの医者もお手上げだった重症のチョビが。天才的な名医の手で劇的に回復する。元気に走り回るチョビを見て、ああ、獣医って素晴らしい。俺もきっと獣医になろう。なんてことにはならないだろうけど。うん、感動しにくいたしたからな、ハンテルは。なんだ君か。よろしくお願いします。まさか子犬を返しに来たわけじゃないだろうね。そうじゃありません、病気なんです。え？どうでしょう、玉ねぎ中毒じゃないの？え？いや本当だって、そういう病気もあるんだよ。まあ落ち着きなさい。普段は女子に見させてるんだけど、今はあいにく出払っててね。ハンテル、チョビだ。チョビ？いかん。よし、献血しよう。いや、点滴だ。
出てこないぞ。先生が管を踏んでるんです。あ、そうかそうか、いつも助手がやってるもんだから。まず毛を刈らんとな。あの、僕がやりましょうか。そう、二階堂、押さえてたよ。よし、あ、うまいうまい。あれ、針が刺さらないぞ。血管が細いのかね、この子。え、そんな、ちょっと右腕でやってみよう。ここ刈って、うまくいかんな。後ろ足、はい、なぜ先生、この辺りじゃないでしょうか。あ、そう、あ、入った。ありがとう。とりあえずこれで様子を見よう。よく頑張ったな、チョビ。ごめんね、チョビ。女の子なのに三つもハゲを作って。よし、これは参ったな。いつの間にか待ち合い室がいっぱいだ。君たち少し手伝ってくれ。ちょっと待ってください。僕たちそんな。何やってる、早く診察台に上げなさい。いやー、ご苦労さん、ご苦労さん。先生、労働力を提供したんですから、少しは治療費を負けていただいて。ご褒美にこれあげるよ。2匹いるから、1匹ずつね。何ですか？スナネズミ。いやー、かわいいのに。二階堂はネズミが大嫌いなんです。じゃあ、君にあげるよ。大丈夫、2匹ともオスだから増えないよ。また僕は引き受けるんですね。お代5,500円、そこの受付で払ってって。やっぱりちゃんと取るのか。決まりだからね。それから近いうちにチョビにパルボとジステンパの予防注射しといた方がいいよ。はい。あ、それから今日は手伝ってくれてありがとう。結局、診断結果は若者の当初の予想通り胃腸カタルだったわけだが。お前よくそんなもんもらってくるよな。音聞くだけでも嫌だ。俺が遊びに行くときはどっか預けとけよな。やっぱり俺獣医学部に行こうかな。え？お前ひょっとしてさっきの診察で感動しちゃったわけ？いや、ちょっと。もじゃあなんで？だって自分で直した方が早いし、実費だけで済むだろ。とうとうこの若者の進路は漆原教授の予言通りになってしまった。もしかして身の上を装ったのはあの先生の作戦だったのか。私は本当はとても切れる男なのだよ。まさかね。うん、唯一、うん、予想外だったのは合格、合格。またハムテルと一緒なんだよ。参ったよな。二階堂までもが獣医学部に進んだことである。また喜べよ。
十分喜んでるけど。ほんと顔に出ないダッシュだよな。あ、お、美人だ。いやリボンがよく似合うこと。ねえミケヤ、たとえキミテルさんがご飯くれなくてもお前ネズミ捕りが上手だから生きていけるね。だけどお前見境がないから、そのうちこの家のネズミが全部いなくなって食べ物がなくなっちゃうんじゃないかと思うと、それが心配だわ。やっぱりキミテルさんに頭下げて頼むしかないかしらね。頼まれなくったってご飯くらいやりますよ。あら、そこにいたの。たかが一泊二日の旅行くらいで大騒ぎしないでくださいね。あとは引き受けますから、思い残すことなく出かけてください。とは言ったものの、ミケとチョビの相手か。でも困ったな、授業が。エッジ大学獣医学部自習室。ここがハムテルたち、いや、マサキたち3年生のたまり場である。ミケ、おとなしくしてるんだよ。かわいい。ハムテルっちの猫。うん、祖母が町内会の旅行で明日まで留守なんだよ。ミケを退屈するとすぐにどっか行っちゃうから。うちのチョコよりおとなしいわ。チョビの方がおとなしいもんな。シネマさん、また研究室で寝てたんですか。ううん、徹夜。お肌に悪いですよ。だって私が研究してる病原菌はサルモネラ菌。ここのとこ元気がなくて心配なの。また今回も死なせちゃったら菅原先生に怒られるし。彼女の名はシネマ聖子、獣医公衆衛生学専攻の博士課程3年である。二階堂の死ぬ前の淡い恋心が、彼女がスナネズミを愛おしそうに握っていたことで儚く消え去ったのはもう2年も昔のことである。あら、かわいい。失礼します。ん、3年の島田君か。どうした。うちのシンシアが血尿するんです。ん、あ、膀胱結石かな。じゃエコーをかけてみようか。先生。うん、君やって、はい、僕見るから。やっぱり膀胱結石だな。レントゲンで確認してすぐ手術した方がいいな。え、すぐですか。でもうちのシンシア、私がいないとすごく神経質になるんです。それはどこのペットでも同じだよ。これから講義入ってるんですけど、本当に私がいてあげなくても大丈夫でしょうか。安心しなさい。じゃあ漆原先生、よろしくお願いします。はい、大丈夫ですよ。ごめんね、シンシア。講義が済んだらすぐ来るからね。おっと、そろそろ講義の時間だぞ。ええ、次って何だっけ。公衆衛生学。菅原かよ、あの先生大変できないんだよな。ハムテル行くぞ。はい。
石沼さん、申し訳ないですけど、ミケお願いしていいですか。出歩いたりしないように講義の間、どっかに入れておいてください。お願いします。チョビ、おいで。どっかに入れとけって、どこ。そうね、ここは細菌がいっぱいだからね。やっぱりここはまずいわね。女の子だし、ここは結構静かで穴場かもしれない。先ほど述べたように、ブルセラ症の主な感染経路は接触感染。このどことなく英国紳士風の菅原教授は獣医公衆衛生学が専門で、石沼が所属する講座を担当しており、大の馬好きで知られている。ちゃん、もうちょっとで終わるからね、じっとしててよ。うん、これでよし。このままね、あまり動かさないでください、ね。はい、一応痛み止め出しておきます。ありがとうございました。よかったね、ミミ。どうもありがとうございました。はいはいはい。今のスピッツが外来の最後だね。はい。先生、シンシャのレントゲンです。ああ、間違いなく膀胱結石だ。さあ、シンシャの手術の用意。はい。はい。現在日本では家畜のブルセラ症は菅原の前で馬の悪口言って単位落としたやつがいるって本当？本当らしいわよ、その人。留年して退学になって結婚を失敗して、その後の人生にケチがついてもらったみたいな。そんな伝説があったんだ、気ぃつけよと。私も。そこ何してる、質問でもあるのかね。あ、いえ。シンシアちゃん、お待ちどうさま。あ、煮干し、煮干し。はい。ちょび、いい子だったね。腹減った、学食でな。どうしたんだ、漆原君。あ、
菅原君、三毛猫を見なかったかね。いや、三毛猫がどうかしたのかね。膀胱結石の手術で預かってた猫が逃げちゃったんです。これぐらいの大きさで女の子で、首に赤いベルトをしてて、名前がシンシアって言うんです。シンシアちゃん、うまいのかな、うまいの。シンシア、シンシア、なんだ、うちに迷い込んでいたのか。みんな君を探してたぞ、シンシア君。すいませんでした。何やってるんですか。ミケがいなくなったの。え？一瞬なのよ。学会でもらったダニを見に行ってた間に。どこ行ったんだ。タカさん怒るぞ。こっち。下に行ったのか。チョビ、ミケがどっちに行ったか分かるよね。チョビは警察犬じゃないから無駄だと。教授、本当にこの子でしたか。ちょっとなんか違う気も。もっと顔がちっちゃかったような。それに赤いベルトしてましたよ。君たちは大切な勘違いを、シンシアをしっかりと見てなかったのかね。私はちゃんと見てた。まさにこの顔、この目、首輪は動き回ってる間に外れたんだ。この子はシンシアに間違いない。ミケじゃないです。そういえば首をしてる。あ、本当だ。シンシア？なんで？結石の手術じゃないの？手術？まさか。大丈夫だよ。すぐに終わるからね。よし、けがり。麻酔準備。ミケ、ミケ。
んだ君たち、出てなさい。この猫はうちのミケです。何を言ってる。この猫は先生、うちのシンシアを間違えましたね。すまん、申し訳ない、勘弁してほしい。この通りだ。すみませんでした。じゃあお願いします。間に合ったね。よかったね、ミケ。おいで。遅かったか。どういうことですか、キミテ。今後二度とミケを学校へ連れて行くことは許しません。いいですね。はい。かくしてジンクスが生まれた。すなわち西根家の動物は一旦附属動物病院の門をくぐるとハゲなしには出てこられないと。うちの大事な毛がもう、あの親父今度おったらただじゃおかへん。すぐ生えますよ。もしこのままミケがお嫁に行かなくなったらどうなさろうつもり。ちなみにタカによるこの説教がまさか翌朝まで続くことになろうとは。ちゃん、おとなしくしなさい。二階堂さんいらしたわよ。急ぎなさい、キミテルさん。キミテルではなく、マサキです。ごめんね、チョビ。朝ごはんが遅くなって。目覚ましが壊れてたらしくてね。おはよう。ハムテル、いつまで待たせるんだよ。マサキ、ああもう遅刻するぞ。何やってんだよ。何ですか。うわあ、見せるな、見せるな。お前が見たんだろ。チョビ、ご飯食べる。そりゃ食べるだろ。でもここのとこ便秘気味だから。なんか薬ないのか。探してみるよ。じゃあ食べようか、チョビもいいよ。いただきます。ちょっと話があります。キミテルさん、あなたの夢は獣医になることでしょ。はっきりとそう決めたわけじゃないですけど。友達のお孫さんがね、パン屋さんを開業することになったそうなの。彼女は資金を援助してお孫さんの夢に協力できたって。それもとっても喜んでるの。だから私もキミテルさんの夢に協力します。いや、ですからまだ10位になると決めたわけじゃなくて。費用の一端は私が負担するわ。足りない分は銀行で借りればいいわね。ハムテルの話全然聞いてないらしい。いつものことだから。ただここで開業するとなると大きい問題があるのよね。問題？近くにライバルがいるでしょう。ああ、タカが少女時代に飼っていた愛犬コロを連れて行った時、爪を切られすぎて今でも憎んでいるあの西町家畜診療所である。あの医者だけは許せません。まだ覚えてるんですか。年を取ると昔のことほど鮮明になるものなのよ。でも最近の都合の悪いことはすぐ忘れる。え？いえ、別に。でももし仮に開業するとしてもまだまだ先の話だし。そんなやる気のないことでどうするの。いいわ、私があの病院を偵察してきます。偵察？
でチョビを連れて偵察に行っちゃったの？止めても聞いてくれそうになかったし。優しいおばあさんね、ハムテル君のために一生懸命で。自分の積年の恨みを晴らしたいだけのような気がしますけど。西町家畜診療所、犬猫病院にしては珍しいネーミング。そういえば昔は馬専門だったような。行きますよ、チョビ。うちは馬専門でね、犬は見てないんだよ。はあ、あの時のヤブ医者。ありがとうございました。繁盛してるわね。広さは申し分なし、設備も新しい。西根さん、お入りください。はい、どうぞこちらへ。先ほど失礼いたしました。いえいえ、ソフト間違われたんですよ。え？よく言われるんですよ、亡くなった祖父にウル二つあって。ああ祖父ということはあのヤブ医者の孫。ところで今日どうなさいました？便の中に寄生虫がいたんです。便持ってきましたか？はい、これです。全部持ってきたんですか？はい。早く見てください、オレンジ色のつぶつぶが動いてたんです。これはみかんですね。動いたと思ったのは気のせいでしょう。当たり。この作戦のためにチョビは昨日みかんを食べさせられたのである。まあ心配ないでしょう。そうですか。治療してないしお代はいいですよ。ありがとうございます。清潔な設備、的確な診断、温情会計、負けるかもしれない。もうこれいいですから持って帰ってください。え、あんなデリカシーのない病院はダメ。そんな自分にないものを他人に要求するのも。でも人間ってのはそういう生き物なのかも。さあいただきましょう。いただきます。だいたいあの病院はコロを連れてった時も。わしは馬専門だから。馬も犬も同じようなものじゃない。全然違うと思うけど。でもあのヤブ医者はそれじゃベントには集めて持ってこいって言うから。ベン？よう。そう、ベントには。だから私言われた通り集めて待ってんだわ。あの確かコロの爪を切りに行ったんでしたよね。そう、当時はハイカラだったのよ。どうして爪を切りに行ったのにそんなもの集めろなんて。さあどうしてだったかしら。行け、行けません。困ったわ、この頃すっかりゴミ箱あさり覚えてしまって。寄生虫がいるんじゃないですか？え、そうなの？寄生虫がいるとき変なもの食べたがることありますよ。寄生虫って海中とかサナダムシ？
そんな長くてニョロニョロしたものがうんちの中に入ってたらすぐに分かりますよ。ミキは大丈夫です。もしかしてデリカシーのかけらもないとはこういうことを言うのではないだろうか。ミケ、ご飯ですよ。日曜日は大学の電話通じないんだった。君とさんの携帯。もう少しだからね。キミテルのいない時になぜ。やはりミカンの寄生虫で医者を騙した罰だろうかとタカは珍しく後悔していた。開けてください。お願いします。そう、あの時もこんな気持ちだった。コロが下痢をして、それにおしっこがだいだい色なんです。とにかくしたもの集めて明日来なさい。そうよ、そうだったわ。はい、どうしました。ミケが大変なんです。チョビ、行くぞ。失礼します。あ、君てるさ。ミケは別に異常ありませんよ。どうやら大王を飲んだようですね。大王、便秘に効く漢方薬です。大王、そういえばあの時も。よし、2回取れたぞ。全部持ってきたのか。分かった、これは大王だよ。漢方の下剤の。誰が飲ませたんだろう。あれは尿に色がつくからな。年頃の娘が犬のおしっこを一滴も取りこぼさないように必死で集める、その恥ずかしさ、そのこと全く分かりもせずにあっさり捨ててしまったのよ、あのヤブ医者は。コロは誰かに代用を飲まされたんですか。おじいちゃまがいつの間にか。それにしてもミキはどうして代用を。あ、それ僕かも。チョビが便秘気味だったんで飲ませる時にいくつか落としたから、もしかしたらそれをミケが。ヒミテル、すみません。一つ質問してもいいですか。何かしら。どうして
頃は爪を切ることになったんです。それはね、何の収穫もなく病院出るの尺に触ったから、せめて爪でも切ってもらおうかと思って。頃に切るほどの爪があったんですか？外で飼ってれば自然に減ると思うんだけど、もしかしたらコロの深爪は強引に爪を切らせたタカさんのせいじゃないんですか？そういう見方もできるわね。そういう見方しかできないと思うけど。君出る！飼い主の気持ちもわからないようじゃ立派な獣医にはなれませんよ。若者たちはタカのおかげで将来獣医になった時、迷惑な飼い主が来て苦労することに気づいたのだった。はい、今日の実験はここまで。金曜日の午後4時までにレポートをまとめて提出しなさい。1分でも遅れた者には単位を与えないから、そのつもりで。絶対無理だって。後片付けはきちんと。相変わらず厳しいというか、融通が効かないというか。菅原先生は几帳面がスーツを着てるような人だから。私絶対公衆衛生学はパス。みんなは所属講座のこと？それってさ、秋までに決めればいいんでしょ？でも人気講座は倍率高いっていうから。料理学講座の先生はよく飲みに連れてってくれるらしい。それいいね。うん、寄生虫学講座はスキー旅行があるんだって。それ最高だね。でも希望者が多い講座は向こうが学生を選ぶんだろ。じゃあ教授にごまでも吸っておくかな。ハムテルはどうするんだ？まだ決めてないけど、病院にしようかな。病院？うん。ってことは漆原のとこか？うん。やだ！やめとけ、苦労するぞ。私は嫌、絶対嫌。俺も漆原はパス。ほんとお前って変わってるよな。そうかな。どうやら若者は競争せずに希望講座に入れそうだ。お前さ、病院と公衆衛生学を希望するやつは変人だよ。変人？変人だもん。あ、聞こえてなかったらしい。あの、私公衆衛生学に入るって決めてるんです。え？あの、私聞いたんです。石沼さんって今までに2回もすごい細菌を発見して、それが商品化されたんですよね。あ、あれね。商品化されたって儲かったってこと？企業はね。企業？菱沼さんは？私はクッキーもらったの。美味しかったなあ、あのクッキー。ただいま。好きな研究のためならお金も名誉もいらない。そんな菱沼さんと同じ講座で勉強しよう。さよちゃんは固く心に決めたらしい。昼食が済んだら片付けなさい。すいません。またか。菱沼君、実験が済んだら片付けなさい。あ、すみません。あの、私でよければお手伝いします。ありがとう。君は確か3年生の島田紗友です。島田さんはうちの講座に住みたいそうです。あ、そう。あ、それはありがたいな。からさよちゃんはまるで押しかけ女房のように毎日
菅原の研究室に入り浸るようになった。片付けますね。ありがとう。いいえ。先生のところに本を借りに行くけどいいか？ああ。今帰りかい？はい。漆原先生はこれから銭湯ですか？あ、牛のお産に付き合うんでお泊まりなんだ。大変ですね。これぐらいで値を上げてたら獣医は務まらんぞ。どな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 子牛を乗せて所属講座、やっぱり病院はやめた方がよくないか。うん、ちょっと考えてみる。毎日毎日よく続くな。でも、なんか怒ってなかったか？確か O157 の新種についての論文があったはずだが。これじゃないようですね。はい。先生、三田村教授からお電話です。はい、ありがとう。ですか？いや、しかし島田君、今調べ物してたから。でもこの資料には何も載ってなかったんですよね。だったらすぐに元に戻す。食器も実験用の器具も使ったらすぐに洗ってください。本も元のところにきちんと戻してください。私片付かないの嫌なんです。片付けまだ。それ以来、菅原教授はさよちゃんの目に怯え始め。早く片付けなさい、島田君が怒るぞ。早くして。菅原先生、さよちゃんに怒鳴られたのがよっぽど答えたのね。でも私たち講座のみんなで先生のために整理整頓を心がけようって誓ったからもう大丈夫だと思うけど。ごちそうさま。全然大丈夫じゃなさそうだな。ああ、
いや、どういうことかと言われても。今朝来たらこうなってました。こりゃひでえな。昨日最後にここを出たのはどなたですか。それは私だが。お帰りになる際にはきちんと後片付けをしてくださいと何度も申し上げたはずです。違う、私じゃない、断じて違う。この講座の責任者である菅原先生がこんなことするはずないと思うけど。責任者としての重圧が大きなストレスとなってつい夜中に爆発してしまったとか。菱沼君、違いましたね。ゆうべ何時に帰られたんですか。探偵みたい。あ、9時頃だが、でも私はやってない。菅原先生は犯人じゃないよ。ゆうべ10時頃通りかかった時水音がしてたから。本当？うん。ああ、俺も一緒だった。チョビもだ。チョビありがとう。じゃあ外部の人間が夜中にこっそり。鍵のある場所は他の人でも知ってるし。実はいちいち騒ぎ立てるのもと思って我慢してましたが、昨日も一昨日も水がこぼれてました。でも今日のはひどすぎます。じゃあその犯人今夜も現れたりして。そう、その可能性は十分ある。みんなで犯人を捕まえるしかない。え、みんなで。今日は泊まりだ。作戦会議。捕まえよう。なぜだ。俺に聞くの。寒いわね。もう今夜は来ないんじゃないんですか。いや、来る。必ず来る。絶対に捕まえてやる。水を使ってる。間違いない、犯人だ。この声は。この歌はものすごく嫌な予感がするけど、まあ仕方がない。はっきりさせるしかない。どうした？お揃いで。何してるの？そこで。何をっても見ればわかるだろう。入浴だ。言っただろう、牛のお産で泊まり込んでるって。銭湯に行ってたんじゃないんですか。最初はね。でもね、遠くてね、帰り寒いし。それで？で、毎晩使わせてもらってるんだ。綺麗好きだからね。試験管洗ったりするとかで気持ち悪くないですか。ない。じゃあ、ゆうべビーカー落としたのも先生ですか。上がろうとした時、湯船で滑っちゃってね。湯船じゃありません。落としたなら片付けて言ってくれたまえ。相変わらず神経質だな。ハムトラ、お前すぐ所属構造考え直せ。考えとか。菅原教授に無実の罪を着せてしまったさよちゃんは少々反省したらしく、あれ以来
怒りの爆発を3回に1回ぐらいに抑えている。何か。あと4個で片付くんですけど。ああそうか、そしたら食べなきゃね。お茶入れますね。ありがとう。悪いね。よかったら一緒に食べてくれないか。いいんですか。甘いもの苦手でさ、でも片付けないといけないから大変ですね。うん、うまい。あー、それ私大好きなの。いただきます。篠間君、おはよう。朝だよ。うん。今日は健康診断だろう。篠間君、起きたまえ。ねえ、起きて。あ、おはようございます。はい、おはよう。たまには家に帰って寝た方がいいんじゃないか。ええ。君が時間を惜しんで研究に没頭する姿勢は非常に立派だと思う。研究者としても飲み会だったんです。え？昨夜は泊まりの学生さんたちに誘われてついつい飲んでしまって。そう。これじゃ健康診断引っかかっちゃうかな。フラフラしてるみたいですけど。ちょっと寝不足なの。汐間さん、昨日酒盛りしたんですよね。そうなの。誘ってくれればよかったのに。最初はそのつもりじゃなかったから。研究の方追い込みなんですよね。うん。昨夜はコリーちゃんが元気なくて心配だったから泊まり込むことにしたの。コリーちゃん？研究室でコリーを飼ってるんですか？コリーっていうのは大腸菌のこと。大腸菌？大腸菌はいいコリーっていうの。大腸菌の研究か。違うの、研究はクララちゃんについて。クララちゃん？私の名前はクララ、よろしくね。違うよな。クララちゃんはクラミジアのこと。あ、クラミジア、病原体か。クララちゃんの遺伝子操作のためにはたくさんのコリーちゃんが必要なの。なんだか複雑そうですね。そう？何か悩みでもあるのか？漆原君、ピロリ菌に関する文献を貸してほしくてね。部屋に入る時にはノックぐらいしてくれ。したよ。え？一体何を悩んでいるんだね。悩みというより篠間君のことが気になってね。どう気になるんだね。篠間君は寝袋で寝るんだ。しかも研究室の床の上で。年頃の女性がそんなことでいいんだろうか。いくない。日本語は正確に。よくない。はあ、やっぱりそうか。篠間君もそろそろ結婚した方がいいな。しかし彼女は君が面倒を見てやらないといつまでも結婚しないかもしれないよ。君、篠間君にいい男を紹介してやれ。しかし結婚というのはプライベートなことだから。そんなこと言ってると彼女はいつまでもここに居つくぞ。いや困る困る、それは困る。本音が出たな。あいや私はただ篠間君のことが心配なだけ。心配？心配じゃないですか。仕事がハードだと健康のこととか。あんまり、私小さい頃から病気らしい病気したことないから。でも半年ぐらい前急性盲腸で入院したって聞きましたけど。ああそんなこともあったわね。あんまり痛くなかったから忘れちゃってた。痛くなかった？
確か腹膜炎を起こす寸前だったって。低血圧低体温を誇る菱沼聖子は痛みにも強い得意体質なのであった。ちょっとチクッとしますよ。お願いします。あなたは元気でしたか？ええ、意外にも。あんな別れ方をしてしまったので気になっていました。あれは絶対恋人だよ。間違いない。そうかな。でも石沼さんに恋人がいたなんてびっくりだね。あの石沼さんにな。誰なんだね、石沼君の恋人っていうのは。え、今日の健康診断に来たお医者さんです。医師と獣医師の恋、ちょっとくどくないか。贅沢言ってる場合じゃないだろ。本当に恋人に間違いないんだね。はい。でもあんな別れ方をしたとかなんとか。ということはもう別れちゃったってこと？じゃあ元恋人か。そうか。いや諦めちゃいかん。別れた恋人同士が運命的な再会を果たして再び愛の炎が燃え上がる、よくある話じゃないか。そうですか。そうなんだよ。よし、菱沼君の幸せのためにここは一つみんなで応援してやるじゃないか。あー、みんなで。なかなかお似合いの二人じゃないか。しかし会話は弾んでないようだね。そりゃやっぱりあんな別れ方したからじゃないですか。どんな別れ方したんだろう。浮気だろ。借金の可能性もあるんじゃない。暴力かも。ハムテルはどう思う。団体行動乱すな。沢のサナトリウムだろう。サナトリウム、結核療養所のことだ。そんなことも知らんのか。いや知ってますけど、菱沼さんいつ結核に。知らん。じゃあどうしてサナトリウムだなんて。絵になるだろう。青年医師の愛が菱沼君の不治の病を治したんだ。結核は不治の病じゃありませんよ。あの時のことを許してもらえませんか。嫌です。いかん。人は他人の過ちを許す大きな心を持つことが必要だ。そうだろう菅原君。同感だ。だったら菱沼君を諭してあげなさい。え、まさか君が見てるとは思わなかったんだ。
そういう問題じゃありません。ダメだな、ありゃ。七沼さんって意志の強い人だから。いいのかね、君の可愛い教え子が幸薄くても。いや、しかしこのチャンスを逃したら七沼君は一生君の研究室に居つくことになるぞ。さ、早く行くんだ。いやいや、菅原先生。あ、七沼君。あの、今話全部聞いた。いや、あの、一度や二度の失敗は誰にだってあるね。許してあげなさい。彼も反省してるしね。いいえ、許せません。え、不愉快でした。あんな風に蝶を詰められるなんて。蝶を詰める？蝶詰め？違うよな。蝶詰めがどうかしたのかね。ですから剣持さんがぎゅうぎゅうと私の蝶を仕込んだんです、盲腸の手術の時。私の腕が未熟でした。何せ盲腸のオペは初めてだったもんですから。です。はい、盲腸の手術はお腹から盲腸のあたりを引っ張り出し、悪いところを切って残りをまた戻すんですが。剣持さん、腸を戻すとき強引に押し込んだんです。腹圧があるから戻すのは大変で。汗拭いてください。お願いします。だからって詰め込めばいいってもんじゃないはずです。まさか菱沼さんに見られてたなんて。ずっと見てたのかね。ええ、しっかりと。自分がオペされるところ？だって退屈だったし。退屈？こういう患者には週刊誌でも与えとけ。あら、みんないたの？それじゃあお二人は元恋人じゃないってこと？何それ。あ、いや、せっかく知り合ったんだから、これを機会に。嫌です。菅原君からも勧めて。付き合うの付き合わないのは個人の勝手だから、干渉すべきではないと思う。え、ねえ、それはちょっと、ねえ、おい菅原君。おい、やっぱり不愉快よね、自分の腸が粗末に扱われるのって。経験ありませんけど、多分私もそういう人はパスでしょう。反省してます。年頃の女性が自分の腸なんて見てていいのだろうか。志村さんっぽくていいと思いますけど。そっか。うん、高さんも沙耶ちゃんも志村さんも女の人って大変だね。私も女の子なんだけど。